こちらは動画制作者です。地域差がありお隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。栃木県の学校の名前を見てたらさ、いろんな名前があるよね。そりゃ地名系が多いしね。その中で興味が湧いた学校名があった。え、どんな名前？まずかっこいい部門。あ、部門とかあるのね。かっこいい、いいじゃん。西蘭体育高等学校。確かにかっこいいですな。字面からしてなんかいいよね。意味はわからないけど一言余計だな。次にかわいい部門。かわいい？小山市立乙女中学校。ただの地名だけどね。ちなみに小学校もありました。地名だからあるよね。次に、いやこれ読めないよ部門。どんな部門だよ。足利市立、いやこれ読めないよ。ミクリアでしょ。絶対読めないよ。変換したらちゃんと出てきます。次に、え、これどっちなん部門。いよいよわけわからん。小山市立中小、え、これどっちなん。中小学校。あ、中なのか。ちゃんと調べてから発表してくれます。いやー、栃木の学校実に興味深い。後半いじりたいだけでしょう、絶対。今群馬で人気なものって何かある？そうだな、ご当地ガチャとか結構人気ですよ。ご当地ガチャですかい？地元の人気スポットや企業看板などキーホルダーにしたやつ。ああ、栃木でもあるな。これが前橋のやつね。こういうのついつい買っちゃうんだよね。2022年の伊勢崎から始まって今は4市町に広がってる。おお、結構出てますな。最初に出た伊勢崎市の伊勢崎ガチャ玉。ペヤングとかもあるのか、いいね。第3弾も決まってるとか。他にも館林市の館林ガチャ。鳥線、これもいいな。もちろんタヌキもあります。他にも千代田町の千代ガチャ。こっちはマスコット推しなのね。これは限定販売だったんだよ。他にも前橋市の前橋ガチャ玉。鳥兵とか欲しいんですけど。桃屋とか渋いよね。いやー、群馬のもなかなかいいじゃん。まあほとんどが数日で売り切れちゃうんだけどね。じゃあ今紹介したのも売り切れてるのか。続編が出るのを待つしかない。ぜひとも欲しい。ちなみに今後は高崎市も予定してるらしい。高崎か、何が出るんだろう。そうだな、だるまとか。いや、鈴屋じゃない？それめっちゃ安いビジネスホテル。そしてよく知ってるな。栃木の北部って黒いよね。は？急に何を？地図見てたらさ、黒いよね。すみません、意味がわからないです。ほら、大田原市のここ黒羽ってとこ。いや、名前に黒がつくけどそれだけじゃん。ほらほら、那須塩原市のここ黒磯ってとこ。これも名前に黒がついてるだけでしょ。ほらほらほら、那須町のここ黒田原駅。いや、さっきから名前に黒多いな。でしょ、栃木北部って黒いよね。汚れてるみたいに聞こえるからやめなさいよ。ちなみにもっと北に行くと黒が白に変わります。は？どういうこと？福島に入ると白くなるんです。だから意味がわからないんですけど。ほら、県境を越えると白川市に入る。わ、確かに白ついてるけど、たまたまでしょ。福島入ってすぐに白坂って駅もあるほど。住所に白二つも入ってんの？福島は白いけど栃木北部は黒い。お、待て待て、黒い黒いってマイナスイメージ植え付けようとしてません？え、別に色を言ってるだけで誰もそんなこと言ってませんけど。は？やだな、早とちりですよ。栃木北部は素晴らしいです。君、腹黒いな。もうすぐ群馬県民の日ですな。あれ、そういえばいつなんだっけ。10月28日。もうすぐじゃないか。しかし学生たちは嘆いている。え、嘆く？そう、非常に嘆いている。いや、群馬は学校休みになるんじゃなかった？嘆いているのだ。喜ぶの間違いじゃ。
なんと2023年の10月28日は土曜日なのだ。ああ、そういうことか。せっかく学校が休みになるのに、そもそも休みの日かよって。どうせなら平日に来てほしいもんね。ちなみに土日と県民の日が重なったのは5年ぶりだ。おお、だいぶ久々。2017-18 と2年連続で県民の日が土日だったんだぜ。あらら、学生涙目。だいたい毎年一つずつずれていくからね。ってことは来年2024年は日曜日？いや、ウルード氏の関係で来年は月曜日だ。おお、一個飛んだ。よかったじゃん。土日月と3連休になる。やべ、最強じゃないか。ついでだけど、次に県民の日が土日と重なるのは2028年。いや、そこまで調べたんかい。と言ってもあくまでも公立の学校の話だけどね。私立だと学校次第だもんな。大人には関係ないけど学生には重要なことだからさ。大げさに言いますね。ただ休みになるだけでしょうに。何を言ってる。平日にディズニー行けちゃうんだぜ。おっと、それは重要だ。イオンが少ない気がする。イオンってお店のイオン。そう、群馬栃木ってイオン少ないんじゃないか説。数は気にしたことないな。これが群馬と栃木のイオンの数。これは多いのか少ないのか。イオンタウンを入れればもうちょい増えるけど。あ、タウンは覗いてるのか。まあそもそも群馬にタウンはないけどね。あ、そうっすね。この数が普通なのかどうなのか気になるところだ。ちょっと関東で比べてみようぜ。なんと。どうした。まずこれが関東のイオンモールの数。埼玉千葉がすごいですな。他は言うほど差はないでしょ。確かに神奈川なんて一緒だし。イオン全体で見ると、いや、めっちゃ差があるな。そうなんです、やはり我々は少なかった。人口が他よりも少ないもんね。まあこんな感じでしたよーと。ちょっと寂しさを感じますな。でもさ、我々まだいい方ですよ。なんで。福井県はイオンないから。おわっと、どんまい。